今週のセレチューブはスタジアムなどで流れる選手紹介動画、撮影の裏側に密着。選手の普段見られない顔をたっぷりお届けします。さらにお正月の過ごし方や今シーズンの決意など、2020年初めての直撃インタビューもお楽しみに。ここでセレチューブからお知らせ。待ちに待った2020シーズンのリーグ開幕戦は2月22日土曜日、ヤンマースタジアム長居で大分トリニータと対戦します。そして一足先に J リーグ YBC ルヴァンカップが2月16日日曜日にヤンマースタジアム長居で開幕。今シーズンも熱い声援よろしくお願いします。今シーズン試合の中継やスタジアムで流れる動画の撮影をしている選手たち、決まってますね。はい、行きますよ。もう気持ちだけ下向けますか。はい、それぐらいで、はい、まあ、じゃあいきます。3秒前、2、1、どうぞ。そのです。1、2、3。はい、今度は同じ感じで目を上げたらウィンクです。ないでしょ、こんなの。あれですか。あります。これね、何選手かちょっとリクエストがあって。俺いいっす。いや、じゃあ入ってます。で、この3人入ってる。ちなみに、これだよ。はい、知らないです。うーわ、なおのリクイズイって。イメージキムタクです。キムタクが確かに見えてきた、見えてきた。どっちが主ですか。どっちです。こっちと。いや、最初の方じゃない。最初の方。最初。はい。恥ずかしい、こんなするの。2、1、どうぞ。もうそれは分かった。それはしゃあない。俺ここにいたけどめっちゃワーズだな。その後間がきつい。顔はキープ。腕組んで下向いた状態から上げて前です。はい、そのままでキープして7秒です。これ下まんまでいくんですか。そうです。もうちょっとだけ。はい、それぐらい。どうぞ。そのまま1、2、3。ひなだけこれですよね。でした。ちょっとなんかこれだけじゃないですか。それね、ちなみにいるっちゃいるんですよ。ですか。だから今のここからの困難はちょっとオリジナリティが。やだな。これがプロです。はい、プロはこういうのを求められます。いくわ。1、どうぞ。はい、1、2、3、4、5。こんなんだったり、叩いてこうだったり、まあ、こんなんとかでもいいですし、こんなんでもいいですし。どうぞ。はい、そのまま、1、2、3、4、5、6、7。はい、じゃあ最後、カメラに向かって、うわーで撮れました。いいね、今逃げ。ゴーって言うんですか。はい、もうね、そういうゴーでもよっしゃーでもオラーでもいいですし、シャーでもいいですし、よっしゃーって言います。はい、じゃあ行きます。真顔というか気合の入った顔の方が笑ってない方がいいです。手はね、どっちでもいいです。顔でもらいます。こういう手を分かります。そうだね、行こう。あ、マジです。はい、参りました。では、3秒前、2、1、どうぞ。よっしゃー、 OK です。いいね。続いてはファンの皆様にいち早く選手の声をお届け。2020年初選手の直撃インタビューです。新加入選手が初めてのセレチューブで一言、そしてお正月の過ごし方、最後に今シーズンの決意という3つのテーマで選手が語ってくれました。今週はお正月の過ごし方について。正月はですね、大分にいました。そうですか。はい。何されてたんですか。いや、もうずっと家にいましたね。特に外には出てないです。ゆっくり餅食べて、はい、って感じです。大分って言ったら、でも温泉とかじゃないですか。あ、一回も行ってないですね。あ、そうなんですか。今回は本当に兄夫婦と本当に僕の実家と嫁の実家とかに行って、本当に
家族の時間ゆっくり過ごしました。選手権をが出れなかったんで、まああのまあ、しっかり怪我を治したのと、まあ、トレーニングしてたのもありますけど、まあ、トレーニングしました。割とみんな家でゆっくりとか、まあ、家でゆっくりする時間もありましたけど、まあ、大体トレーニングとかしてやってましたね。まあ、ちょっと選手権負けたのが悔しすぎて、はい、ちょっとやってました。お正月は実家で過ごしました。奥さんの実家で。はい、面白いことありましたか？面白いこと、面白いこと、正月基本ないでしょ。ゆっくり過ごしました。優しい、あの奥さんの親御さんなんでリラックスします。子供ちっちゃいんでずっと家にいました。あ、本当ですか？はい、いい顔してるんですか？まあ、たまにしてます。風呂は毎日だいたい一緒に入ってます。年玉、はい、あげたりしました。どういうお兄ちゃんですか、高木選手？お兄ちゃん、まあ弟たちにあげたってわけじゃないけど。どうなんですかね、それは弟たちに聞いてもらわないとちょっとよくわかんないですけど。結婚式をしたんで本当に準備に追われてたのと、あとは静岡に帰って高校の同級生とかと食事して昔の高校時代の話とかが多かったですし、懐かしいこう思い出の話だったり、まあ、本当にサッカーの話もしましたし、いろんな話をしました。まあ、地元にある栃木県の鬼怒川温泉っていうところに行ったんですけど、まあ、すごくいいところだったんで、それが一番、まあ、短いオフでしたけど、まあ、思い出です。それが友達と近くの公園でサッカーをして、そうですね、ボール蹴ってしてました。正月からボール蹴ってたんですか？そうですね、まあ、仲いい友達もサッカー好きなんで一緒にサッカーしてやってました。2年ぶりとか3年ぶりとか本当に、まあ、半年ぶりとかに会う友達もいたんですけど、いや、みんな変わってなくて、やっぱ一緒に集まるとやっぱ昔の中学時代とか思い出したりして、それが楽しかったです。毎年あの高校サッカー部では集まってるんで、まあそれはやりましたね。はっちゃけたとかあんませず、普通に。そうですね、もうみんなあのパパになってる年なんで、結構はっちゃけるっていうよりはもうみんな子供の話だったり、俺らも年取ったなって言いながら。はい、そんな感じですね。そして最後に今シーズンの決意を語ってくれました。まだまだあの自己管理が足りてないのかなっていうふうに思うんで、まあ、そういう生活の部分からしっかりあのサッカーに対して準備して、まあ、今年はまずしっかり怪我なく、まあ、1シーズン通して、まあ、フルでプレーできる体を作りたいなっていうふうに思ってます。もうなんかストライカーザ・ストライカーになるっていうのが今年のテーマですかね。あんま今までこうバランスよくやってた感じがあったので、もうゴールにこだわってもっとやっていきたいかなと思います。セレッソでのこう2年目の年ですし、まあ、監督、まあ、このチーム監督新しいロティーナになってから、まあ、この2年目っていうところで、まあ、ある程度こうベースは去年できたと思うので、まあ、そういう意味ではしっかり今年はこう結果を残していかなきゃいけない年だと思うので、まあ、よりこう積極的にやっていければなと思います。いや、今年もそうですけど、よいしょ、また来た。で、まあ、今年もそうです、2桁得点、まあ、そうですし、まあ、J1 で2桁得点取れるように今年は、まあ、ちょっと今よいちょ君通ったんですけど、まあ、集中してしっかりやっていきたいと思います。やはり昨年ね、こう怪我でなかなか思うような結果が出せなかったので、しっかりセレッソに貢献できるように頑張っていきたいと思います。木本選手はプレー以外でこんな決意を口にしました。やっぱあの MC 何回からしまって本当に MC の難しさを知ったので、まあ、チャレンジしたいですし、やっぱもう一回ゴルフはもう一回メンバーのとこもしっかり企画してもうなんですか、もう一回チャレンジしたいな、リベンジしたいなと思います。そして選手たちが揃って決意したこととは。何でもいいんで一つ、タイトル取りたいと思います。 J リーグ優勝します。タイトルを取るっていうタイトルは絶対取りたいなと思います。
ベースはできてると思うんで、チームとしての、まあ、それの上積みと、本当にもっとゴールに貪欲に行きたいなと思います。はい。セレチューブは毎週火曜夜9時配信。チャンネル登録よろしくお願いします。ここでセレチューブからお知らせ。2020シーズンリーグ開幕戦は2月22日土曜日、ヤンマースタジアム長居で大分トリニータと対戦します。今シーズンも熱い声援よろしくお願いします。